いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回は妙後岩君影ロックガーデン菊水ルンゼを歩き菊水山を目指していきたいと思います。はい、では行ってきます。え、今日ランの大会？違うよね。大会じゃないと思うんだけど。ロッコの輸送路をトレーラーされてる方がたくさんいらっしゃって、ちょっと邪魔にならないように歩いていきたいと思いますね。あそこスタートやからすごい多かったね。やっと分岐石井ダム分岐、ここね、こっちからまずは石井ダムを目指していきたいと思います、ね、ここからは多分ランの人おらんと思うからゆっくり歩く。ああ、ゆっくり。ここの階段で最後ちゃうか。階段で、ね、もうこんな大きいダムやで。うん、ね。おお。すごい。まあなんか思ったより少ないな。こっちかは。こっちは登ってったとこやね。これを登ってまいりました。あれですよ。あ、ポコポコと何二つくらいなってんねんな。石井ダム管理所のところにお手洗いがあります。お借りしました。お借りしました、うん、すごい綺麗。もうなんかめっちゃ見えてるけど。あそこ行くんやね。見えるわ。ほんまや。妙後岩って書いてある。ここが取り付きやね。ここいきなりガッて登っていくんや。そう、まずまたがないかんやつ。ね、よいしょ。いきなりすごい急やね。うん、でも背丈はなんかあんまなさそうやもんね。もう生阿弥陀仏出てきたかも。すぐやね。あそこ入ってすぐ。すぐやな。うん。でも見えへんけどね。そうね。遠目からじゃないと見えへんな。真下からでは見えへん。なんか掘られてる感じはあるけど。なんか久しぶりじゃない石のとこ。そう。なんか遠足ばっかりするから。ほらほら赤いテープあるわ。よいしょ。ほらほら。すごい道やけど蜘蛛の巣はない。蜘蛛の巣ないね。ここ危ないな、うん、ここ何その下のところに行かなあかんのか。下になんか踏み跡あるもんね、うん、ああ、ちゃんとテープつけてくれてはんね。よう見たらある、うん、ロープが、ロープが、あ、お前はロープほら。使うんかい。めっちゃ急い。転がり落ちてしまう。
そうやろう。多分なんかさっきの大きな岩巻いたけど、あの上に出るためにすごい巻いてるような気がするな。ここが T 字になってます。あーすごいすごい。え、向こうまで行ける？ちょっと行ってみる。見て、これ押されるやつかな。ちょっと休憩。風強すぎて無理。吹き飛ばされる。やめようか。うん。ピンチの反対側かな。うん、ね。これ。降りれる降りれる、その右手の方から。また道なき道を。やっぱテープちゃうわ、今度リボンもつけてくれてるわ。ああよかった、あったわ。ほんでこれテープがあって、これ上やろな。あ、ほんまや、上にあったわ。これ、お助けロープ？お助けロープ。すごい、すごいね。想像以上に石が大きくて。そうやね、うん、よいしょ。はい、ここ T 字。こっち行ったらね、あの君影ロックの方、こっち行ったら多分妙法岩ないだと思います。行ってみようか。うん、だと思うんやな。うん、うわ、来たな。もうちょっと先まで行ってみる？あ、でもまたここほら、なんかロックな感じで。そうやな。あの下には行かれへんけど、そこのあれには行けそうやで。ああ、どこまででも行けるわ。これはあかんな。これやっぱそうね。あれほら、このダムから。あの下から見えてた。見えとったな。これの高い方の岩やね。ここまで。遊んでばっかりやったら先に進まないので。強風が吹くので気をつけて、吹き飛ばされる。さっきの石はこれやったんや。さっきからうちも撮ったんやけど、え、うん、岩ばっかり見てな、うん、結構神戸の街並み綺麗に見えてんねん。全然見てなかった。でやね、展望がいいとこに引き寄せられるね。さっきの妙高岩の道とはえらい違いですよ。山の中に涼しい。涼しくでいい。さっきの綺麗なところとここに繋がってる。ああ、そうかもしれんね。いや、ここも綺麗ですけど。うん。ここがあれ、宮ヶ谷東尾根で今合流したね、私たちね。うん、
道の太さが倍になりましたよ。結構長いことこの道歩くんやね。綺麗な道だね。うん。ちょっとね、分かりにくいけど、ここに案内があります。ここを過ぎると、ここ。ここね。ここの目的は、展望岩があるようなの。まあ、すごくもないけどね。すごくもないけどね。やぶ終わり。ああ、ここにも分岐やね。T 字？ T 字やな。こっち。うん。明るい方に行きたいねんな。なんか明るいね。明るくなったね。明るくなった。ここか、ね、あ、広い広い。あそこなんか書いてあるんやけど、あさ、まだ慣れてるから注意して。あ、ほんまやね。なんて書いてんの。君影ロック側で。ちっちゃ。着いた。お疲れ様でした。広い広い。あそこ菊水山。こっちルンジあそこじゃない？ルンジ。いや違うな。もう一つ向こうちゃうかな。もう一つ向こうちゃう。向こうのほらくぼみあるやんか、うん。はい、ちょっと休憩。そら豆。いただきます。いただきます。ほら。うわ、山でおやつなんか食べよう思っても、こういうなんかちょっとでも体に良さそうなもん選んでしまうんやな、どうしても。赤い矢印。赤い矢印。あら、あ、矢印がずっとある。あ、本当やね。うん、なんか降りにく。今日はあれやね、汗かかへんね。うん、え、え、私びっちょりやけど。嘘。ほんま。ほんま。激下りやな。ね。いやー、ほんま。あ、それは避けといた方がいいね。うん、よいしょ。ヤマップに赤線とかはないけど。うん。道綺麗よね。うん、そうね。綺麗な道がちゃんとある。あ、なんかある。ここにある。どん。あっちのキー持って、こっちのキー持って降りて。ロープあります。いや、ほんまや。君影ロックガーデンからあっという間に降りる。ああ、そうやね。うん、すごい下り。道下り、道路出たね。早い。降りてきた。君影キャニオン。キャニオンってどういうことや。は石井ダムの貯水池内ですって書いてある。ああ、そうなんや。んで雨とかあれがすごい時には、うん、ここ水で埋まるってこと。こっちね、右左です。左へ行ってぐるっとあの上かな、ね、あの上の橋。手前やね。そう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 。あそこ朝あの妙後岩の取り付きやね、あそこ。そう。でぐーっと歩いてあそこ真正面。
氷見影ロックガーデンね。あ、今人おるね。はい、で一気に降りてきてそうや、はい、今度は次はルンゼね、菊水ルンゼ。ここからね、ルンゼの取り付き、ここ南ルンゼ菊水山山頂へって書いてあるね。書いてくれてるね、うんうん、ではこっちからまた道なき道を行きますと、危ない、もうちょっとで危ないです、雲です。あー、ほんまや、雲ですか。まだ先やね、うん、あの向こう側にあるあの奥、涼子さん、ここちゃうか。あった、うん、このめっちゃ石が落ちてるところの過ぎたところ、そう、そこっぽいわ。行くよ、よろしくどうぞ。うまいな、水ちょろちょろと流れとんね。流れてる。うん。まあ、登れんこともなさそうやけど、そこのちょうど目の前の高いあれかな、それが登れるかな。そこまではだんだんだんになっとるんやわ。手掴むとこはある。すぐそこに、右足乗せるとこあって、で、手をもうちょっと先につけれたら、いけるやん、すごいな。いけるやん。でも、あれね、これ、滑るんだわ。そうそう、ずっとそれを頭入れとかなんかね。うん。どう、滑りは？滑りで石は。一緒か、やっぱり。うん、ああ、結構先まで続いてんの。ほんまか。ミコさん、でもさっき登ったとかあったやんか。うん。あそこは、うん、あれやわ。一回しくじったら下まで行ってまうわ。ほんま怖いね。あの、やっぱ普通の岩じゃのうて、うん、ルンゼってほら、水のあれでできた岩でしょ。うん、ツルツルやな。ツルツル。うん、その上やけど、左手の方はちょっと水が流れてて行かれへんようなあれやね。おお、これだんだんにはなってるけど、下から見てもちょっと高度感あるね。怖いな、ここ滑らんか、これ。いやいや、こっちから行った。ああ、そうやね。うわ、また大きいな、ここ幅が。よいしょ。どこに足かけよう。私、こっち行くわ。ああ、そうね。それの方がええかも。ルンゼ終わった。ヘルメット。あっという間。ヘルメットもういらんわ。はい。お疲れさん。第一展望岩、第二展望岩、うんうん、行ってみましょう。こうか。せっかくなので登るって書いてある。登る、登るがな。これここかな。え、なんかテープはそこにあんねんけどな。こっちかな。いや、ここにテープある。ちょっと斜めやで。なんか向こうに勾配ついてるから怖い。平たくないな。
あれ3 5 8メートル、三五パ。ちょっと道ずれたけど、多分、うん、これがあの本線やと思うよ、うん、あの第一展望台行くまでも結構あの茂みが多かったから、うんうんうん、よいしょ、少し迷いました。これまたこの黄色いテープで、あ、書いてくれてんの、登るって書いてある。行くだな。あれ、ちょっと待って、第二展望台や。え、菊水山山頂。第二展望岩を経て菊水山ですよ。あ、そうなん。あれ、あれ、さっきのとこでしょ。さっきのとこですよ。第二展望岩356メートル。お疲れ様でした、うん、菊水山、ほらもうちょっとで、うん、向こう側。第一展望所、うん、でそこから、はい、帰ってきます、うん、引き下りを帰ってきて迷うだしでまた降りたかもしれない、またずっと登る。そうやな。怖い、足がすくむ。怖いね。ここ道がちゃんとある。あ、書いてる。わかりやすい。菊水山山頂15分って書いてる、うん、ここか、うん、で第二展望所、第一展望所。ほんでルうちらルンゼからこういったらじゃあな。そうやね、綺麗な道になったね。そうやな。さっきまでも山や、うん、山じゃないな、何あれ、雑木林。うん、岩とロープが出てきた。嘘や。また岩とロープ？あれで、ね、結構ハードコースやね、ここ。今日の、うん。思った以上にハードコース。第二展望所からアンテナ結構近くに見えとったのに。長いな。ついたんちゃう？そうやろ、アンテナやろこれ。着いた。はい、菊水山456メートル、到着です。お疲れ様でした。すごい人やね。はい、菊水山の山頂でお昼ご飯、おにぎり作ってきました。また爆弾おにぎりね、で、あとスープ、うん、スープと唐揚げ、家で作ってきたやつ。いただきます。いただきます。おにぎりでかない、ん、もう一回爆弾おにぎり。みるこさん、ん、でおうちこれなめこにしたんやけど、ん、味噌汁の具で何が好き？大根。大根、大根は売ってなさそうやな。今度はあの、うん、おにぎりの、おにぎりの、うん、いや、この爆弾おにぎりでええねんけど、うん、塩むすびの爆弾おにぎり作ってほしいの。自分でしてください。私たちルンゼから登ってきたんですけど、ルンゼ誰もおらへんの、上上がったらすごい人やったからびっくり、うん、それ違いもせえへんかったな。ではスズラン台の方にね、降りていきたいと思います。菊水山の展望台からもっとあの見えるかなと思ったけど、やっぱあの第一展望台、第二展望台のがすごい見えたな。全然違うね。違うな。まあ、スズランダイヤもな、駅じゃのって、うん、
最後に下り階段か。あれちょっとだけ色づいてる。ここにあるんや。矢印書いてるわ。どっちからでもって感じやな。どっち行く？まあ、せっかくやから行っていいんじゃない？遊歩道、時々車道。え、何あの狭い感じ。うまい。うまい。いけるいける。いけるやん。はい、今回は清鳥越駅をスタートして、石井ダム、そして明後岩、君影ロックガーデン、菊水ルンゼを歩き、菊水山山頂を目指してきました。激登りとかね、激下りがあるのでね、ちょっとハードやったかな。君影ロックガーデンの下りかな。そうやね、あの君影キャニオンと言われてるところね、なかなかの激下りで、でも楽しかったね、今回も無事に下山できました。感謝。はい、菊水山登山口から道を間違えてめちゃくちゃ遠回りしてすずらんの駅に向かってました。油断したね、あそこで間違えたっていうのは分かってんねんけどね、戻られへん。